こんにちは、エンカタロウチャンネルです。オリコンの2021年7月26日付の演歌・歌謡曲 CD 売上ランキングが発表されました。その内容をまとめてお伝えしていきます。このランキングの集計期間は2021年7月12日から2021年7月18日です。今週は一体誰がランクインしているのか。それではランキングスタートです。第20位、想い、北島三郎。発売日2021年6月5日、日本クラウン。第19位、昭和・平成・令和を生きる、森進一。発売日2020年6月17日、ビクターエンターテインメント。第18位、荒川郷から、永井みゆき。発売日2021年6月16日、テイチクエンターテインメント。第17位、誘われてエデン、望郷。辰巳ゆうと。発売日2021年1月27日、ビクターエンターテインメント。第16位、女のいろは坂、竹川美子。発売日2021年6月2日、日本クラウン。第15位、こだま、三山ひろし。発売日2021年1月13日、日本クラウン。第14位、一番素敵な港町、秋元純子。発売日2021年5月26日、キングレコード。第13位、トルコキキョウ、島秋野。発売日2021年7月7日、日本クラウン。第12位、しぐれの酒場、池田照夫。発売日2021年6月23日、キングレコード。第11位、望郷本線、寺本圭介。発売日2021年6月30日、ユニバーサルミュージック。第10位、紀の国線、塩の香り。発売日2021年5月12日、本クラウン第9位、酒場の花、一条寛太。発売日2021年6月16日。日本クラウン第8位、花と酒、永井優子。発売日2021年5月19日。キングレコード第7位、恋紅、水木夏美。発売日2021年6月23日。キングレコード第6位、私船、葉山みずき。発売日2021年7月7日。日本クラウン第5位、君がそばにいるから、純烈。発売日2021年2月3日。日本クラウン第4位、風雪よされ、細川隆。発売日2021年7月14日。日本コロンビア第3位、古傷、山内圭介。発売日2021年2月24日。ビクターエンターテインメントデビュー20周年第2弾シングル「古傷」。ジャケットとカップリング違いの夢追い版、度胸版が発売。夢追い版のカップリング曲は、困難を乗り越えて夢に向かうひたむきさを3連のリズムに乗せて、明るくも切なく歌った、花が呼んでいる。度胸版のカップリング曲は、江戸の火消しの男気あふれる生き様を軽快に歌った時代物。火事と喧嘩は江戸の花。新装版の新たなカップリング曲も大好評です。第2位、サンキューピース、フィーチャリング辰巳優斗、はやぶさ。発売日2021年7月14日。ビクターエンターテインメントシングル14枚目となる今作は、心に太陽、素晴らしい明日をと明るく元気なメッセージソングで、複数で歌ったらさらに歌のメッセージが伝わるのではないかと思ったはやぶさが、よかったら一緒に歌ってよと、同じレーベルであり所属事務所の後輩である辰巳優斗に声をかけ、作品への参加が決定。 A タイプのカップリング曲は、青春の日の思い出を故郷の景色に託して歌い上げたオリジナル曲、ふるさとの桜。B タイプのカップリング曲は、3曲目になる西城秀樹のカバーとなるラストシーンを収録。第1位、男の残雪、福田浩平。発売日2021年7月14日キングレコード元日に発売した10周年記念曲第1弾「勘弁な」に引き続き第2弾の記念曲「男の残雪」は福田浩平の本流でもある自然と人生のありさまをスケール大きく歌ったメジャー調の作品。あだけの特徴的な節回しは最後まで聞き応え抜群です。カップリングの「女船」ではオリジナル作品として初めてとなる女性の心情を綴った楽曲に挑戦しています。11年目に向けた挑戦に注目です。皆様、ランキング入りおめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。